ひろゆきに敗北したロン毛のおっさん、古谷恒平様が、コラボ騒動にうざ絡みしてきて、最近注目を集めています。なんかもう法廷闘争に発展しそうな雰囲気ですね。暇空茜様も古谷様も法的措置を示唆しています。暇空茜様は資金力もかなりあるので、やると言ったらやるでしょうけど、古谷様は果たしてどう出るでしょうか。あれだけオラついておいて、もしんだーを、したらクッソダサいどころの騒ぎではすみませんよ。まあでも法的措置に移行しますと宣言しておいて、結局んだーをした現職の国会議員もいらっしゃるので、それに比べるとインパクトはやや欠けるでしょうか。言っときますけど最初に首突っ込んできたのは、古谷様の方ですからね。完全に自業自得ですよ。それでは古谷様に対する皆様のコメントを一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。ひろゆきさんのせいで何言っても、それってあなたの感想ですよね。になってしまう呪いをかけられた哀れな男。すべて他人のせいにして逃げているだけの単なるルサンチマンのゴンゲ。自分が賢いと思っている人ほどコラボを擁護したがるという典型例がまた一人。感想が何も出てこず感想を考えることすら DAKA らしくなる。オタクは〇〇だ。というようなパターンの発言が多い人だがその実、当人が一番〇〇だというオチが9割な人。ひろゆきから名言を引き出したのが唯一の功績の人、若手保守論客としてデビューしたものの伸びしろがなく暗黒面に落ちてしまった人という印象です。若いうちに論客になるとなんか赤くなるんすよ。仕事関係で周りが赤だらけなるからだと思ってるけど、文章の端々に小物草を漂わせてる。論客の中で一番最弱じゃないかと思ってしまう。令和と繋がってくれてありがとう。おかげで誰が見ても令和があれだとわかりますから。デクミの代表選に出てオーナー枠とかフレンズ枠で現職国会議員の女二人より票多かったの笑った。メロリンのとこにろくな人材がいないことを明らかにした功績だけは認めてもいい。それってあなたの感想ですよ。と突っ込まれる評論を書き続ける自称評論家、所属していたところで目が出ないとさっさと逃げ出し、移った先であいつらレベル低いんすよねとボロッカスにけなしまくる。結局そんなやつ新天地で信用されるはずもなくあっちへフラフラこっちへフラフラを延々と繰り返す。特定の属性を煽るだけで稼げるというマミに気づいてしまった政治クリア。実際ひろゆきに論破されてしまうくらい中身がないから本人は未来とかどうでもいいと思ってるだろうけど、自分を特別な人間と思い込んでる声の大きな人。最近のジャーナリストって中身より見た目の印象を重視してるのかな。愛国商売だけは評価する。ふけ弁タバコポイ捨て自称ラブホテル評論かなんだこれを。ひろゆきから論破された人というか大抵の人に論破された人、会話が成立しない議論ができない人ね。イデオロギーが右左でなく斜め上と言われる人の典型例。あの手のムーブをかます人って大概自己評価がめちゃくちゃ高くて周囲を見下しがちだけど、まさにその典型という印象。高校生のイカのイケジメに対してイカさんがかわいそうでしょって言った人、朝日が育成途中でサジを投げたダーナイフよりはマシという地獄絵図。初めて知ったひろゆきの発言の画像は知ってたけど、国会議員が秒で吹っ飛ばされたのを見てるのにまだ浅い知識で絡みに来る神経がわからん。党員になりますって言われたら断れないから令和新選組も被害者に思えてきた。どこ見てるかわからない人、思想的にも視線的にも。暇空さんが行動し始めたのは温泉娘のフェミからの炎上なんだけど、ネットでは割とみんな知っている内容、取材してるのを示すために温泉娘炎上への恨みと思っていてと、編集者向けの取材しましたよの文章になっている感じがする。俺は脱ネ投与できましたという謎ムーブで言ってる。寄ってんなぁと思います。右で食えないから左に行った人、番組がどういう意図で読んでいるのかわからない人、視聴者としては番組のレベルを判断する要素になるので助かるけど、メンタル的に言論人向いてない人やんで転校するくらいなら他の仕事すればいいのに。論客でもないのに論客ぶってる。良いこと言いそうで言わない人。第一印象でどっちが正でどっちが悪って決めちゃう人なんだろうね。レッテル貼りしかできないのにレッテル貼りが絶望的に下手。最後までご視聴ありがとうございました。